Hello and thank you so much for checking out Chris's room. <S 今週のクリスの部屋ではですね、ちょっとコロナウイルスね、COVID-19 がアメリカにやってきました。これについてちょっとお話をいたらね、できればと思います。すいません。ちょっとね、これについてお時間をいただければと思います。で、結構ね、今全国的に、まあアメリカの全国的に不安を感じている時期になってきてるんですね。で、本当に今ね、 結構ね、アメリカでなんかスーパーマーケットとかコストコ,コ,ストコとかサムスクラブとかに行くとね、こういう状態になってるんだよね。ね結構買い出し、もうあるものは全部買うみたいな、ちょっとパニック、心理的にパニックになっている人たちが増えてきている。で、ようわからないけど、なんかね、 ミルク、ミルクの買い出しをしている方がいっぱいいらっしゃるっていう感じなんですよね。で、よう考えると、ミルクってどのぐらい持つのか、ね、まあ冷凍すればいいんだけど、相当でっかい冷蔵庫、冷凍庫を持っているんじゃないかなっていう、なんかね、本当に、あ、あなたそんなにミルク買ってどうするのみたいな感じの状況が続いているっていう状態なんだよね。 で、リアルにですね、あの、トランプ大統領も毎日のようにライブ、ホワイトハウスのライブカメラでね、いろんなね、情報をアップデートしておりまして、もう本当に今、アメリカのレストラン、ね、バーとかは閉まっているっていう状態なんですよね。で、リアルにね、don't travel, try to quarantine, stay at home, ね、stay at home, 本当におうちに s t a してくださいっていう情報が、もう政府から流れているっていう状態。 です。で、本当に、あの、don't hang out with people where there's more than ten p e o p l e 十人以上の人がいるところに行かないでっていう情報も政府から流れている。it's a, it a declared emergency.、まあ、緊急状態っていうのがリアルにアメリカに今なっているんだよね。でね、これ結構、なんていうのかな。今、世界でこの COVID-19 がすごい状況を出している。 ね、本当に今、アメリカには、まあ、ヨーロッパからアメリカに、You can't travel from Europe to America だよね。で、その日本に行くっていうのは今大丈夫なんだけど、いろんなこの、あのお、お国に You can't travel、お国移動ができないっていう状態になっていて、で、今正直言って、ま、もしかしたらこのビデオが、 ね、アップされている時には、ニューヨークシティ、ね、マンハッタンがロックダウン、コワルティーンでロックダウンされている。ロックダウンってコワルティーンっていうのは、今のイタリアみたいにお家から出ないでくださいっていう、まあ中国もやっていたようなんですけれども、ね、本当に containing the virus, contain the virus, so please stay in your home. お家から出ないでねっていう状態が、もう本当になかお国のレベルで、 あの出ててていいいいるるっっう状態にななかもしれないんだよ、ね、今、今日の状態ではニューヨークのマンハッタンとかはあの今結構リアルに考えていると。ね、で今、えーとどこで、サンフランシスコのカリフォルニアのいくつかの場所はもう本当にとりあえず3週間はお家から出ないでくださいっていう状況になっております。でえー、ともちろん学校、すべての学校かな、全国のアメリカの全国の学校は It's c a n c e l e d なので、えー、と子供たちは学校にいないっていうもう本当にありえない状況なんだよね。僕もねあのか昨日ね,、あのー、ね奥さんと子供と息子とワンちゃんと散歩したんだけどすっごい気持ち悪いっていうかなんかビビったのがなんかあのー、えっ、ー、となんかね13歳ぐらいの 娘さんとパパがチャリを乗ってて公園にいるわけよ。でパパを見るとなんか僕「えこれゾンビの映画かよ」って思ったんだけどなんかマスクしててでグローブもつけててでちゃんとなんかこういうなんかねバイなんかスーツ着てないんだけどなんかそういうなんかゾンビの映画みたいな感じでなんか公園にいるっていう感じで本当にねなんか本当になんか「えみたいになるような状況で今本当に。 アメリカが今こういう状態になっているんだよね。でね、ちょっとイタリアについてお話したいんだよ。えー、で僕、ちょっとね、いろんなその、あの、マスのニュースも見ていて、マスじゃないニュース、まあ、バズフィードとかも見ているんだけど、レディット、レデッド、レデットとかも読んでいて、ちょっとイタリアもね、結構リアルに本当に、あの、やばい状態になっているようで、本当に、あの、これ、ちょっと面白い映画の、あの、英語の、あの、 英語の動画なんだけどぜひもしね字幕ついてるのかわからないんだけどこれもし10日前の自分にメッセージを言えるんだったらどういうメッセージを言うっていう動画が今結構ねバイラル的にヒットしていて。えっと もう本当に家から出ないで。ね。Don't get out of your house.For real.This is serious. で、これが多分何週間続くっていう感じ、イタリアはそういうふうになっているっていう状態なんだよね。でね, I just want to, ね、僕さ、ね、LINE とか日本の友達とかにお話してるんだけど、日本はどう リアルぜひね、日本がどういうふうになっているのかっていうのをコメントで教えていただければすごい嬉しいんだよね。で、昨日奥さんが、僕の妻が、ちょっとどうしても、あのあのちょっと理由があって、どうしても行ってスーパーマーケットに行かないといけなかったんですよ。ちょっと彼女のお父さんの理由があってね。で、僕の奥さんはマスクをつけてたの。で、スーパーに行くと、もう本当に物がない。い、ね、いいっぱい買い出し もう品がないでもラインは長いわけよ。ラインって言うと「待ってるよライン」ってう、ね、ラインって日本語で言うの悪いよそんなあのキャッシャーでお金払う時に待たないといけないじゃん。めっちゃ長いわけよ。で僕の奥さんとなんかもう1人2人ぐらいの人しかマスクつけてないのね。で何が起こったと思う僕の奥さんかわいそうににらまれるわけよマスクつけると。 本当に、普通の人は睨むのよ。で、僕これさ、日本とアメリカの違い、一つこれがあるっていうのは、なんか日本の場合多分、あの、韓国もそうだと思うんだけど、中学は僕よくわからないんだけどね、多分このアジアの、あの、アジア的なカルチャーのことかもしれないんだけど、日本ってマスクつけるじゃないね、アメリカってマスクつけないのよ。で、多分、イタリアもマスクつけないわけよ。 で、なんか、日本ってマスクつけて、うがいして、手洗うじゃん。え、もしかしてこのマスクつけて、手洗って、うがいしてたら、コロナウイルスの関連する数字って減るのって思ったんだよね。もう本当に今、アメリカはリアルに大変で、本当になんか、マスクつけてるとにらまれるっていう、なんかね、ちょっとね、 だ僕もさっき言ってたよね。公園に行ってたらマスクつけたお父さんがいてとか言って。だからちょっとね、よう分からんけど、でもね、面白いことが今、ね、起こってるなっていうことなんだよね。それは、まあ本当にめちゃくちゃ不安があると。ね。本当にこうやってコロナウイルスの嘘をついて、ね、トイレットペーパーを何万円で売っている人もリアルにいるわけよね。本当にいるわけよ。 で、あの、イーベイとか見るとわかるんだけど、日本もあったよね。なんだっけ、日本のメルカリでマスクとかを5000円で売ったりとか、そういう人たちもいたじゃん。そういう感じで、今、アメリカでもそういうことがあるんですけれども、ね。で、まあ、世界中に今本当になんかありえないような変化。これまで本当に、まあ、多分ね、僕は、僕の年齢ではこんな変化を 感じたことがないような変化が今世界に来ていると思うんだよね。でね、えっ、ー、と、このコロナウイルスでものすごい変化が世界に来ていると思うんだよね。で、まあ、ちょっとこれね、ちょっと怖い話になるのかようわからないんですけれども、ちょっと You can read this article on CNBC, I think。で、このトランプ大統領が、ね、大統領になったとき。 から、この間まで、本当に数週間前まで、エコノミーが、ね、経済がアップした1240兆円が、パーにもうなっちゃったんだよね。1240兆円が、この世界のグローバル、ね、マーケットの1240兆円がなくなっちゃったわけよ。で、このエフェクト、この、これが、 ね、今コロナウイルスが、ね、減るかもしれないんだけど経済的なダメージがどのぐらい残るのかっていうのはよくわからないんだよね。で、もちろんこれはね、ものすごい変化だよね。今まで多分、多分ね、戦争とかを体験している人、ね、あとは広いあの災害とか 地震とかの災害とかをあの経験している人はあのよく、ね、お分かりになっていらっしゃると思うんですけれどもそういう経験をしたことがない、ね、多分普通の人はそういう経験をしたことがないと思うんですけれどもかなりのなんか恐怖っていうか不安を感じていると思うんだよね。で正直っってこれはちょっと日本の えーとみんなはどう耐えているのかっていうのは僕はわからないんだよね。申し訳ないけどちょっと僕ずっとアメリカにいてでアメリカの現場を見ているんだけどアメリカは結構なんかもう本当に不安の揺れが結構ひどいんだよね。でちょっとねこのまあ69歳のデザイナーの方がなんかヨーロッパのスウェーデンかな。 そこら辺のお国の、ね、デザイナーの方が言っているんだけどコロナウイルスが本当にこの「グレース」っていうなんていうのかななんかね平和に対する感謝っていうことをコロナウイルスが世界に持ってきているんじゃないかなっ って言ってたんだよねでもちろんこれをねネットで調べると結構この方はバッシングされているそんな状態じゃないでしょう今大変な状態でそんな、ね、平和に対する感謝をコロナウイルスが持ってきてるなん,な,んていうのなんて言ってるんだよって結構怒ってる人もいるんだけど、まあ、ある意味、ね、そうやってコロナウイルスのネガティブなこと不安になることはめちゃくちゃあると思うんだけどある意味その反対側ポジティブに取り 組むこともあるんんじゃなないかなって思うんだよねで具体的にどういうことかっていうとねこれ本当にね僕これジョークじゃないっていうの知ってるわけよ。ね、一応僕あのその d d i t とかマスメディアじゃないそういうインターネットのポストとか読んでるんだけどイタリアとかは本当に特にあのんねおれんね お年齢の方、老人の方たちはもう本当にウイルスを、ね、コロナウイルスだってなったら、もう本当に政府の人たちとか、ね、なんか救急車の人たちが病院に行って、一緒に行って、で家族の人たちが会えないと、そうやって病院でお亡くなっちゃったりとか、もう本当にこれは冗談じゃないような、う本当に大変な状態だと思うんだよね。ねでも、僕たちは、 ね、やっぱりそういうこのようなウイルス、ね。いろんなこの人類としてウイルスを経験しているわけよ。僕たちは戦争とか、ね、第二次世界大戦、第一次世界大戦とか、いろんなこういう怖いことを乗り越えてきて、僕たちはここにいるんだよね。だから僕がみんなにお届けしたいメッセージは、あなたがどのぐらい強いのかっていうのを忘れないでください。ね、あなたは強いんですよ。 ね、あなたは You can be calm a m i s t h e panic、ね、他の人たちが、ね、ミルクをいっぱい買っている、ね、ごめんね今これ閉まっちゃったね他の人たちがミルクをいっぱい買っているとか、ね、他の人たちが買い出ししている他の人たちがマスクを高く売っている You have an opportunity、ね、You have a chance あなたには今あなたの本当のベストになれる チャンス、チャンスじゃないよね。チャンスはおかしい言葉だよね。あなたのベストでいられる可能性のオプチュニティーっていうか、その、まあ、チャンスじゃないよな、なんていうの、その可能性をも持ってきてくれる時期が今なんだよね。ね。これちょっと、日本はど今、安心になってるのかよくわからないわけよ。 ね。でもアメリカはもう本当に今大変な状態になってて、ヨーロッパとかも大変な状態になってて、ね、これ忘れないでもらいたいんだけど、世界の4割は石鹸がないわけよ。ね。だから手洗っても石鹸がないわけよ。ね。だから、ある意味、ね、僕たち、特にリーダーシップ、ね、会社を経営している方とか政府の皆さんには、よくね、本当に心に響いていただきたいんですけれども、このね、トピック。 We have an opportunity to be our best.、ね、今こそ僕たちはこの平和を実現できる可能性が目の前にあるんだよね愛ね思いやりこれ日本の思いやりは半端ないぜ日本の思いやりは舐めれないねアメリカで見ているんだけど日本人の方たちの思いやりは ものすごいです。ありがとう日本。これを僕に教えてくれて、本当に感謝しています。で、この、およ、思いやりを持つ、ね、昔のルールがこうだったから、ね、みたいな時代がもう、 今、終わりに来るかもしれないわけよね。昔のやり方がもう今ではできないかもしれないわけよ。昔のやり方がもう正しくないかもしれないわけよ。だから、僕たちがリーダーシップとして何をできるのかっていうと、もちろん、ハートのセンターにいること。ね。で、周りにはブレてる人たちがいっぱい出てくる可能性があるんだけど、僕たちはブレない。ブレ、ブレるっていうのは、その怖いからパニックに状態になっちゃうんだよね。ね。本当に。 でも僕たちは we have to remain peaceful.we have to remain caring and we have to choose the right thing. ね。もちろん,、うん、ね。皆さん、ね。お家にいて。ね。これ日本はわからないんだけど、海外にいる方たち、ぜひね、お家にいてください。ね。外に行かなくていいんだったら外に行かないで大丈夫だと思うんだよね。ね。本当に自分と向き合う時間。ね。ゆっくりして。でリラックスして。 で、ひょっとしたら、ものすっごい変化が来るかもしれない。僕は前からずっと言ってるんだよね。大きい変化が来るよ、大きい変化が来るよ、嵐が来るよって。昔のやり方、昔の意味がないやり方、昔の誰のためにもなってないやり方は we have to change。買わないとダメだよ。今に合わせないと。今の人類、人類のニーズ、今僕たちが人類としてどうやって で、この地球で生きていくのか。環境問題もあるよね。経済問題もあるよね。ね。わかるわかるやりたくないことを仕事にして生きていけるっていうのはもうダメなのよ。わかるあなたはスペシャル。もし他の人たちがこうやってるんだったら言ってあげないとダメだよ、他の人あなたはスペシャルな存在なんだよ。あなたは持ってるんだよ。ね。持ってるのよ、心の中で。 で、もう怖がらなくてもいいの。ね。で、僕たちは、これをやっている人たちは、リアルにもっとこれをやり続けて、他の人たちも楽に、愛をベースとして生きれるようになる。恐怖じゃなくてね。ね。で、この変化が、今、来てるよな。来てるのかっていうのはね、よくわからないんだけど、僕はなんか、もっと大きい変化が来ても、普通じゃないかなって。だって、僕たちが、 環境を崩して生きていくっていうのは普通ではありません。ね。僕たちが嫌いなことを仕事として恐怖が生きるモチベーションとなっている。そしてやりたくない仕事をしているっていうのはおかしい。普通ではありませんよね。普通じゃないよね。で、こうやってね、世界の4割が石鹸ないそれ、いかんのよ。 これいかんのよ。これを変えていくのね。これを変えていくわけよ。ね。That is my message.So, don't forget how strong you are, how brave you are. ね。あなたがどのぐらい強いのか、心強いのか。あなたがどのぐらい持っているのか。で、ね 今こそ、このベストの自分で生きる選択をしてるいい時期じゃないかなって思うんだよね。いろんな変化が来るかもしれない。リアルに。ね。これ、クリスが言ってることは冗談だったら嬉しいね。後でみんなでさ、ね、お茶、コーヒー飲んでさ、ね、笑おうよ。美味しいもの食べて。いや、あの時クリス、大きく言ってたねって言えるようにしよう。 ね、でも間違いなく僕たちの普通は普通じゃないのよ環境を崩す嫌いなことをやって生きている人たちがいる水がない子どもたちがこの世界にいるねこういうことを変えていこうぜねで何ができるかっていうとまずハート自分がどのぐらい強いのか your heart how strong your heart is remain calm you know calm パニックにして。他の人ね。お老人の方が、お老人おと、お年の方たちがいたら、な、offer them! ね。can I help you? 何かできることありませんかって。で、もしコロナウイルスになっている人たちがいたら、差別しちゃいかんよコロナウイルスなんてすぐなっちゃうからね。本当に。大変だぜ。うん。で、どうやってコロナウイルスにキャッチしたら、手伝えられるのか。で、もしコロナウイルスをキャッチしたら、 大丈夫、大丈夫、ね、大切なことにフォーカスして、で他の人たちにもう大丈夫だよっていうメッセージを広げていく、ね、こういうことができるんじゃないかなって、まあ、ちょっと最後は本当に、ね、怖くて微妙なんだけど、ね、本当に僕たちはなんていうのか、今本当に目の前に選択できるチャンス、何が大切なのか、ね、何を選んで生きていくのか、 ね、それを忘れないで、ね、生きていこう。で、最後に一つ。過去にも、このような絶望的な恐怖を乗り越えてきてくれたち、くれた人たちがいるから、私たちは今日幸せに生きれると僕は本当に思います。これは、前のパンデミック、前のウイルスとか、 ね、世界が大変な状況にあったとき、そういうときに生き残った人たちとか、戦争、自分の命を戦争でなくした人たちの先輩たちとか、そういう方たちが、僕たちが平和になれるような状態を作っている。で、今、まさに本当に病院とか、 リサーチする場所とか、警察の人とか、本当にマスクがないんだけど、外で頑張っている人たちとか、世界中にいるんだよね。だからそういう人たちの感謝の気持ちを、ちょっと、let's say a prayer and thank them、ね。本当にそういう人たちに、ちょっと一瞬あの、ちょっとビデオを今止めてもいいんで、ちょっと10秒ぐらい、感謝の気持ち、愛をあのちょっとお伝えしましょう。っっていいいいののちょっと目想じゃななけどねそういうの忘れないで 本当に世の中が平和になっていくことを心から願っています。Alright, you guys.Thank you so much for watching this video. 今週のビデオはちょっと普通のビデオと違ってね。ちょっと変、変、変、変だよ。今世界が変だからね。今世界が変だから。うん All right, thank you so much. I love you guys so much, and please let me know. you know, All right, you guys, I love you guys so much, and I'll talk to you soon. Jenny.